こんにちは、空波です。今日はね、毎月1回ぐらいかな、来させていただいてます。こちら、大台のね、柳原観音さんですね。はい。まあ、ここはね、うちの嫁さんがね、生まれた時に、本当にもう助からないんじゃないかって言われて、いたんですけどね、そんな嫁さんのことをまあ気遣ってね、嫁さんのお父さんとお母さんがね、願掛けに来てくれた、お寺です。なあ、それ以来ね、嫁さんのお父さんお母さんはね、お礼に毎月お参りをしてくれていたんですけどもね、まあそのお父さんお母さんがね、もう今は、おりませんのでね、こうして変わって、空波が、感謝の気持ちをここに述べに来ております。おかげさまでね、嫁さんもまだ、今この年になってもね、生きていてくれてますのでね、はい、本当に感謝、しております。はい。まあそんなことはね、いいんですけどもね、まあ、そうですね、感謝していますといえばですね、空波も一つね、昔はまあ感謝してなかったというか、むしろ、嫌な、気持ちになったことがあるんですけども、それに対して今感謝していることがあるんですよね。はい。まあ今日はね、そんな話をしながらいきたいと思います。まあ突然なんですけれども、皆さんは、まあいわゆるね、並行輸入車、はい、っていうのを買ったことがありますか？はい、並行輸入車ね、まあ逆車とかもあるし、まあ海外でね、生産されたオートバイをまあ輸入してね、販売されているようなオートバイなんですけれども、まあね、魅力的なオートバイがね、非常に多いですね。はい、あの値段もそこそこだしね、かっこいいしね、まあただ、手を出しにくいっていう部分もあると思います。はい、それやっぱりね、一番のまあネックなところは、買った後のそのサービスですよね。はい、まあ何か壊れた時とか調子が悪い時とか、まあ点検とか、まあそういった時にそのオートバイを面倒を見てくれるバイク屋さんが、そばにあるかどうか、まあこれが非常にね、ネックとなって、まあ実際はね、本当は欲しいんだけれども、ちょっと諦めようかなって、思うね、まあ方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、実はですね、空波自身も、それまでね、そういったようなまあ並行輸入車っていうのを過去乗ってきたことがなかったんですよね、昔は。で、まあとあるその方からね、まあこれはもう何年前、あれもうずいぶん前なんだけども、ヤマハのね、中華ヤマハの YBR125 っていうね、オートバイを、まあこれ譲ってもらったんです。はい、まあただしあの不動車でした。はい、でまあその時空波はリターンをして、まあ数年が経っていた時で、ありまして、まあ増車もしたいなと思っていた時だったんですよね。まあその時は 125cc が手元になかったのかな。はい、そんな状況だったなかなというふうに思いますけれども、まあそんな中ね、そんなありがたいお話をいただいて、まあ飛びついてね、僕はあの YBR をもらいました。はい、まあただエンジンかかんないですよねまあエンジンかかんないから、乗って帰ってくることはできなくて、まあね、運んでもらってね、まあ家まで持ってきてもらったんですよ。でその時はね、本当になんていうのかな、本当に軽い気持ちで、何も考えないで、まあもらってしまって、でそうですね、それまで空波はそういったような、まあ、並行輸入車っていうのは、まあ買って乗ったことがなかったので、まあ、実はね、よく知らなかったんですよね、多分ね。はい、まあ本当に軽く考えてて、まあ動かないけれども、そんなもんバイク屋さんにね、持ってって、直してもらえばすぐ直るだろうと簡単に思ってました簡単に思ってましたね。でまあそのオートバイね、 YBR が手元に来てから、いろいろね、近くのバイク屋さん、まあまずは、大きな、ちょっと大きめなバイク屋さんですね、まあ、そこにまあ電話をしてみました。はい、そのヤマハのね、YBR というオートバイ、が今不動で動かないオートバイなんですけども、これをちょっと、直してもらうのにね、いくらぐらいかかりますでしょうかって、普通にこう聞いてみたんですよねまあそしたらね、本当にね、なんていうのかな、こうそっけなくさらっと断られましたね。ああうちではできませんねってと思ったの一瞬ね。で
まあ、なんでできないんですかって言ったら、やっぱりうちではまあ販売してないオートバイなんで、販売してないオートバイはちょっと整備ができませんっていうような形でね、言われました。まあ、できないものはしょうがないんでね、まあ、次にね、ちょっとちっちゃめの町のバイク屋さんっていうのかな、そんな感じのバイク屋さんにね、電話して聞いてみました。まあ、同じような形で、質問して聞いてみたんですよね。まあ、そしたら、やっぱりそこでもね、まあ、ヤマハの YBR って言った瞬間に、部品等の、ね、調達の問題もあるんで、ちょっとうちではやってませんって、言われちゃいましたね。まあ、そうですね。で、そのあたりからかな、もう、あ、もしかしてこれちょっとやばくねって、その中で思い始めたんですよね。で、まあ、ちょっと遠いんですけれども、3軒目のところにね、まあ、電話して聞いてみたら、やっぱりそこもね、うちではちょっとできないですねっていうふうに、言われて、で、ただその時にね、こうヒントもらったんですよ。あのヒントもらって、まあ、ただ確かこの車両レッドバロンで、取引があると思うので、レッドバロンさんにご相談してもらったらいかがですかって言われたんですよ。で、その波は、あ、そうなんだって。まあ、レッドバロンその時付き合いがないですからね。東京に行った時にはあまりレッドバロンのなんていうのかな印象良くなかったしね。で、まあ、レッドバロンかと思ってね、まあ、ただしょうがねえやと思ってレッドバロンに電話してみたんですよ。したらね、レッドバロンはは、い、いや、うちで、買ってもらってない車両じゃ整備できませんって言われました。まあ、ただし今はもうないんですけどね、当時は、ロイヤルクラブっていう、なんていうのかな、こう2万円だったかな、入会金を払えば、他社で買ったオートバイでもね、整備してくれるっていう制度があったんですよね。で、ただね、やっぱり空波当時としては、その直してもらうのに例えば2万円かかるとかね、いうことだったら、まあ、それは全然ね、納得できるんですけれども、まあ、その見てもらうというか、その直してもらう権利を得るのに2万円を払わなければいけないっていうのに、どうしてもね、理解も納得もできなかった今ね、もうどっぷりレッドバロンに、まあ、頭のてっぺんの脳天まで使ってますからそういった意味で、まあ、ある意味ね、レッドバロンに通い詰めてる人間の一人として見ると、ね、ロイヤル会員っていうのはね、非常にね、これ魅力的だったと思いますね。よく考えるとそんなん安かったと思います2万円なんて、他社で買ったやつもね、見てもらえるんだったら、まあ、それだけレッドバロンでも技術力も高いし、レバレートっていう、その要するに1時間あたりのね、工賃も、だいぶ安いですよ、僕からすると。まあ、一般のバイク屋さんから比べると。で、それをね、自分のとこで買ってくれたオートバイじゃないのも見てくれるっていうのは、まあ、その時はまあ素直にね、それ2万円払ってね、YBR 直してもらえばよかったんだなっていうふうに今は思います。今はね、そういうふうに思うんですけど、当時はそう思えなかった。はい。で、まあ、しょうがないから、その時ね、自分が思ったのは、まあ、それまで空波もね、もうまるっきり何にもそのオートバイをいじるってことが、できないっていうわけではなかったんですよね。はい。まあ、ただ、ほとんどそういったような整備ですとか、まあ、オイル交換、ダイヤ交換、まあ、チェーンの交換、まあ、そんなような、まあ、普通のね、通常の消耗部品の交換なんていうのも、全部バイク屋さんで基本的にはやってもらってましたね。まあ、高校生の時とかね、本当にお金がない時とか、そういったような時は自分でやってた時期もありましたけども、まあ、大体、まあ、社会人になってからっていうのはもうバイク屋さんに任せっきりだったんですよね。で、まあ、その時ね、やっぱり、まあ、じゃあしょうがない、もうこれ、自分でやってみっかって、その時思ったんですよ。やってみるかって、で、そのね、こうやってみようかっていう思った気持ちっていうのがね、僕はね、その気分にさせてくれたっていう意味でね、この
今のね、その並行輸入車であったりとか、その並行輸入車はまあ、うちでは見れませんよって言ってくれたねバイク屋さん、まあ、当時は、なんとなくですけども、ちょっと恨み節もね持ってました。なんでそんなこと言われなあかんねやろうなっていうふうにね、僕も思ってましたよ、思ってましたけれども、今ね、よくよく考えてみると、まあ本当に感謝したいなって僕は思うんです。まあ、なぜならそこで、自分でやってみようっていう、まあ、Do it yourself ですよね、はい、その気持ち、その、まあ、精神スピリッツをそこで注入されたわけですよ。まあ、何クソっていう、まあ、そんなんだったらもう自分でやるわって、ええー、わって、もうお前らなんかもう頼まんわっていうねその反骨精神みたいな、それが、自分の中で芽生えさせてくれたってことに関しては本当に感謝したい。はい、なぜかというと、結局そこでね、YBR、まあ、不動だった YBR を、まあ、直してね、それから、まあ、キャブの清掃をしたり、それから、まあ、大したことはしてませんよ、まあ、電気系チェックしたりね、それから、ブレーキフルードを交換したり、はい、それからあとは YBR はねキャブのアイシングをね起こすオートバイだったので、そのキャブにね、タップで、穴にねネジ穴を掘って、まあ、そこにキャブヒーターを突っ込んでみたいなね、はい、そんなことも自分でね、こう見よう見まねで、やってるうちにですね、まあ本当に簡単なね、ことだったら自分でできるようになったんですよね。まあ、これはなったというか本当にそれが正しいちゃんとしたやり方かどうかも分かりませんけどもね、まあ、オイル交換なんかに関しても今は、5台中4台は自分で管理してます。まあ、MT-01 だけはねオイル量もオイル量なんで、まあ、レッドバロンに頼んでるわけなんですけれども、まあ、基本的には自分でやってます。まあ、それとかね小排気量のオートバイの、まあ、タイヤ交換ですとか、まあ、電気系とかね、まあ、そんなようなことっていうのは、まあ、自分で大体、やっちゃうようになったんですね。でこれ自分でやるとものすごく安いまあそれがいいかどうかは別だよ、安全性的にね、ものすごく安いですね。でそれで非常に助かるし、で何よりもやはり一番大きな、点っていうのは、そのオートバイっていうのは、乗る楽しみだけじゃなくて、実は、まあ、眺める楽しみ、そしてカスタムする楽しみ、まあ、いろんな楽しみがあるけれども、中でもいじる楽しみっていうのを、改めて再認識させてもらったんですね。はい、まあ、それでオートバイっていうのが、本当にオートバイの楽しみ方っていうのかな、その楽しみ方の幅を広げてくれたっていうのは、僕にとっては、その並行輸入車である YBR であったし、その YBR をね、整備できませんっていうことで断ってくれた、当時のバイク屋さん、まあ、そのおかげだというふうに僕は今思ってます。まあ、僕もそうなんですけどもね、皆さんも、まあ、例えばですけれども自分のオートバイ自身にね何かネガなものを、見てしまったりとかね、もしくは、そのオートバイを取り巻く周りの環境にとってね、何か、ネガティブな状況に陥ってしまった時に、単にそのネガティブに、屈するわけではなくて、一度ねぜひ、何クソと思って、自分で何かをやってみると、はい、いうこともね一つ大切なことなんじゃないかなと思います。はい、それによってね、道が開けたり、また新たな楽しみのようなものが、見つかるかもしれないですよ。